社長子これ社長子確かに似てるんだよね。でもほら確かに形がもう全く一緒なんだよね。動画終わって2秒後にまたつけるっていうね、録画開始になってる面白すぎでしょてかフルメタル君マジでいねえんだけど、どういったんだろうね。フルメタ君がいない。そしてなんでこの社長子で笑ってんの社長子、いやこれどう見ても社長子じゃん。あ、もうつけてたの動画。え、動画つけてるよ。え、始まってるよ、もう。始まってた。え、始まってるよ。教えてよ。え、だってさ、俺撮った2秒後にまたつけるじゃん、すぐ。はい、お疲れ様でした。というわけでやってきます、みたいな。クソ早いからな。ちゃんと合図してよ。合図、ごめん。え、言わなかったっけ、さっき。え？ごめんごめん。まあ、ドッキリでいいかなと思って。ドッキリ。ドッキリ。おー、いた！あ、そうそうそう、そこら辺にいたんじゃん。ぴょんけちじゃん。もうシャンキー久しぶりじゃねえか。おめえまさか俺に隠れて自分だけ楽しいことやってるんじゃねえだろうな。やばい、バレた。何がバレたんだけど、自分だけ楽しいことやってるってバレちゃったんだけど、どうしたら。むしろしんどいことやってたら引っ越し作業もうね、やばかったからね。てかさ、俺めちゃくちゃケツ痛くて足の裏も痛いんだけど、どうしたらいいの今日さ、しんどすぎて昼まで寝て、またお昼ご飯にカレー食って、でまた寝たんだけど、で気づいたらさ、もう19時前だったんだけど、で1日が終わったんだが、一回ドンキ行ったけどね。いやーマジでしんどすぎた今日。くるみさん、ちなみに足の裏大丈夫なの？足の裏めちゃくちゃ痛い。なんでそんな痛い？わからない。俺も昨日痛かったけど、まだマシになった。なんでなんだろうね。なんで、しかもかかとのかかとがね、私めちゃくちゃ痛いんだよね。かかとっていうか骨なんだけど大丈夫あれ。確かに骨、筋肉でもないし、これ確実に骨だよね。ここら辺はなんかこう、視聴者になんか伝わらないけど、これなんかかかとの、なんだろう、かかとちょっと上ぐらい、アキレス腱とかかとの間をマッサージされたら。これ骨じゃない、骨、ここでしょ、ここでしょ。そう、これどう、気持ちいい、気持ちいい。なんかね、おかしいよね絶対これ。マジで骨マッサージしてもらってる筋肉でもないし、身でもないし、脂肪でもないし骨をマッサージしてもらってる、うん、なんかゴリゴリしよう、骨じゃないみたいな。ゴリ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 されるのが気持ちいいんだよね。謎すぎるよね。謎すぎんだよ、凝るってこそこれじゃないよねっていう。え、でもなんかめちゃくちゃ気持ちいいんだよね、凝ってる時みたいな感じで。あ、謎すぎてさ、うん、なんか自分だと思うってなるでしょ。確かに前も、前の私だとそうだったと思う。前の私ってどういうこと？え、だから昔、まあ、学生時代とか、うんうん、それより前とか。何があったっけ？その数年間って。わからない。謎すぎる。わからにゃいね。ミルクティーを立ち合い飲んでいくと。どうしたかな？うまい。これさ、ストローさ、小さすぎて中入っちゃったんだよね。あー、だよね。しかも量も少ないからさ、あと、うん、もう50ぐらいしかないから、もういいかなっていう。50? ムーケちゃんの話聞いてあげて。え、聞いてるよ。なんかお金の出るような話でしょ。なんかさっき、もしかして誰かとデートしてたってバレてたよ、なんか。え？あ、でもデートはしてないか。うん、してない。うん。してませんよ。うん。誰としてたんだろう。わかんない。俺フルメタル君とならデートしてたけど。そうなんだね。うん。てかめちゃくちゃ丁寧に教えてくれるよ、この子。今更って感じだけどね。しかもこれなんて呼んだらいい？バッグを開いてていいのこれ？うん、バッグになるのね。うん。お金を選んだらそのまとめてお金まで移動して重ねるんだよ。キャピピ。そうすればすぐ持ち物がいっぱいにならなくて便利だよ。キャピピ。だって。キャピピなんて言ってたよ。言ってたよ。言ってた言ってたよ、言ってた。あ、言ってた。効果音がね、出てた今。うん、なるほどね。聞こえたでしょ。うん、呼んでみて、じゃあ。うん、何が、うん、何かあった、言えてる、キャピッ。ほら、キャピって言ってるじゃん。ほんまや、キャピって言ってるな。これはしゃあないわ。お腹痛い。え、ブーケちゃん、なんか言ってんだけど、呼んでこれ。お腹痛い。あ、呼んでみて。さすがさん、うん、早く。クリスマスにならないかな。もうワクワクして落ち着かないよ。ちなみにあたいサンタさんに家電が欲しいってお願いするよ。キャピ。家電だと？家電？ふざけんな。
俺に家電よこせ。確かに今、うん、バルミューダの家電が欲しいです、うん、バルミューダの家電欲しいんで、うん、ちょっとよろしくお願いします。めちゃくちゃ高いオーブンレンジが欲しい。ちょ皆さんください、ちょっとバルミューダ持ってる人5万円ぐらいするか、あれ。ちょバルミューダ持ってる人コメント欄にちょっとコメントお願いします。そして僕にください。はい。いやだからバルミューダでさ割と安いよね、思ってるよね。そう、うん、でもオーブンレンジ5万だったよ。いや安いやん、めっちゃ。他のなんかいいやつで15万とかするじゃん、パナとか。あそっか、その最高級のやつは15万で、あそのシャープの他のやつも確か12、3万したと思う。ヘルシオまだ安いんだよね。なるほどね、実はまだ安い。あじゃあ私が買ったやつも相当安いんだな。うん、スチームオーブンレンジだってこの間見たじゃん、あれエディオンで、うん、14万とか15万ゴロゴロあったでしょ。私3万で買ったにゃ。っていうかそもそもさ話しかけたら勝手に応答してやってくれるさ。それやばいな。ちょっとあれ温めておいて10分って言ったらもうそれで反応するみたいな。あ、うん、声でも反応するし、あとはなんか勝手にパッて入れたら、うん、機械が認識して自動的に何秒あったらいいかとか計算してやってくれる AI が、ね、すごいね。うん、15万ぐらいだけどね。高い、うん、高い、高すぎる。高い、自分でやるってなる、うん、けどまあそれやったらめっちゃ便利だよなっていう。チャチクルミ家もうすぐ登場するけどね、それも。あ、そうなの。うん、もうすぐ登場するよ、予定では。チャチクルミ家はなんか豪華になってきてるけど、家が。確かに、うん、豪華すぎてやばいよな。そうだよね、ドン引きすぎ、まずリビングがやばすぎて、うん、だけどまあそういった家電で統一してるからさ、まあ、言葉で発したらもう何でもやってくれるみたいな。あとか最新のもので揃えてるからさ、やばいよな。テレビがやばいよな。何がやばいかというと、テレビもやばい。テレビが一番やばいと思う。いろいろと多分ツッコミどころがあるよね。多分あれさ、ドン引きされるレベルだと思うんだよね。だけどさ、何百万円のテレビが元値あるって言ったらビビるよね。元値何百万円のテレビが家にありますみたいな。うん、まあ200万円ぐらいとか、うん。けどまあそれが値下がりして、かつ値切りして、まあある程度値段に落ち着いたからね。ね。まあ、それでも価格コン見たらまだ80万とかだったから。高い。高い、うん、それを当たり前のように買ってくってやばいよな。やばいと思う。やばすぎる、まあ、何がやばいかって、あと洗濯機と冷蔵庫もやばいんだよな。洗濯機と冷蔵庫買っちゃってるから、てか全部買い直してるからさ、やばいよな。やばいね。ちょっと資金が尽きたんだけど、フルメタル君ちょっと金くれないか、金ないから。シャンキー、シャンキー、なんだこれ。シャンキー、シャンキー、ポッキーみたいな。店の品揃えを見てもクリスマスシーズンにいよいよ突入って感じだな。ほんまに？まだ暑いぞ、大丈夫？今年はサンタに壁紙のプレゼントを頼もうと思ってんのさ、らしいよ。え、なんかみんなさ、うん、壁紙とか家電とか具体的な名前出してるけど、で なんか文字の色も違うよね。これなんか意味あんの？それはね、よこせってこと、俺に用意しろってこと。そう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 、サンタさんにこれをお願いしたいみたいな。ふざけんな、俺サンタかよ。で、サンタ役を主人公がやる、プレイヤーがやるんだけど。おい、家電とか壁紙とか、うん、好きなこと言いやがって。俺は全部欲しいんだよな。エイブルシスターズで全部そのサンタグッズを揃えて、で当日、クリスマス当日にあのジングルに話しかけると、これお願いします、サンタさんどっか行ってくれみたいな感じで。なるほどね、任せられる。村のみんなにプレゼントを届けてきてみたいな。やべえ、絶対その日に飛び森起動させんとこ。サンタさんちょっと仕事してほしいよ。サンタさんどこ行ったんってなる。でもサンタさん給料もらってないし仕方ないよ。ああ、うん、給料もないしさ、プレゼント代も用意しないといけないでしょ。それはもう任せたくなるよ。なるほど、ね、そらしゃあないわ、ね、っていうことで終わるか、今日は。なんでもないわ。あ、なに。サンタさんってさ、サンタさんってさ、いつまで信じてた？そこだけちょっと質問。兄さん、え？兄さん、嘘だろ。兄さん、絶対嘘でしょ。まあ、最初から信じてないんだけど。あ、そうなん、本当に。だって俺枕元にプレゼントなんて一度も会ったことないよ。あ、そうなん。うん、ないよ。あ、そうなんだ。そもそもサンタっていう存在自体知らなかったんだけど。あ、そうなんだ。うん。まあ、その話は次回のパートでするか。じゃあな、みんな、バイバイ。